これピオネネ配信さ、あの、たまに現れるさ、絶妙な偽物だと思ってるんだけど、どう俺の見立てどうこんばんはって毎回来るんだけどさ、なんかこれどうなんだろうね。俺結構、こんばんはだけで終わるところが、なんか偽物臭いと思ってるんだよね。なんか、どうだろう。本物だったら申し訳ないけど、ちょっと思ったっていう。ピオネーさんの偽物ってまず絶妙すぎんなんか、絶妙に信じちゃいそうなチョイスじゃないピオネーさんって。 っていう意味で、俺、前もまんまと引っかかったんだけどさ、SH さんの西門とか、レインさんの西門とかさ、<laughs> SH さんの西門と仲良くなったっけ、けどさん。SH さんマジ疑えねえよ。そう、今、そう、でね、しかもね、そうなんだよ。そっからコメントしないんだよ、ペオネネさん。ペオネネ配信さん。人間不信になってるね、そうそう。結構やっぱ、騙され、そう、騙されてきたからさ、今まで。 そうだから、もし、本物のペオネネさんだったら、本物のペオネネさんしか知り得ない情報を出してほしいですね。ちなみに、ジャパニーズ小池さんを出してくれました。俺もね、そう、前、1年前ぐらいかな。普通にスマブラ配信終わったとジャパニーズ小池語る者からコメント来て、小池さんしか知り得ない情報を言ってくださいって言ったら、スマブラハウスの収録場所になってる駅名を言ってくれ、一言言ってくれて、あ、OK ってなったんで。だそうう本物はね、出してくれるんだよ。 あち,ち、ね、確かに本物のレインさんも来たねそういえばそうレインさんあの2年前ぐらいに偽物のレインさんにやっぱ騙されたんだよ俺はなんだけど最近あのまたレインさんが来てさこれはもう俺し騙されねえぞって思って偽物か本物か分かんないレインさんと会話したんだけど、はい、その14年前ぐらいにレインタク行った時にさ一緒に行って俺,俺らで一緒に行ってたあのつけ麺だっけなつけ麺のお店 言えって言っっ <laughs> っててたららねくれたからあれかあ本物だわ今黙ったの、きな臭いっしょ、完全に。そうなんだよ。結局、俺、結局どうですか、僕の見立て。こんだけ、ペオネネ配信からこんだけ広げても、こんばんは以外、あの人コメント打ってないんだよ。これ、本物か、本当に <laughs>。本物だったら失礼だろ、逆に <laughs>。なんか言えよって思うけどな。挨拶して離れた。<laughs> なるほどね。営業回りされたか。挨拶だけ。 可能性あるね。ピオネさん5分前にツイートしてます。いや別に <laughs>、ピオネさんの動向を全て追ってくれないんで俺思ってないからさ、別にいいよ。なんか、俺発信でネトスト現れたみたいな最悪だからやめてくれよ。<laughs> いいよ、その5分前のツイートとかさ、<laughs> やめてよ、インスタグラムオンラインになりましたとか言わないでよ、本当に <laughs>。めんどくさいから。ビラ巻かれただけだったね、完全に。必死に耐え忍んでたら面白いよね。 生ハタ配信コンでィちょうどさっき生ハタの話してたよ。で、いや、いや、いや、危ない。信じ、信じるとこだった。危ない。生、<laughs> 危ないよ。いや、今日生ハタと会ってさ、しかもさっき生ハタの話してたからさ、いや、もう完全に信じかけちゃったわ。生ハタもこいつもこいつは偽物だよ。偽物の可能性十分あるよ。危ない、危ない <laughs>。危ないなぁ。 本です。挨拶するんだったら、本物の生アタしか知り得ない情報、僕に言ってください。エビデンスを、はい。<laughs> そう、さっき、普通に、あったノリで喋りそうなっちゃった危ない、危ない、危ない。人選がまたいいんだよな、生アタ絶妙に。まあ、そうなんで、学んでないんだよ、俺は。また信じそうなっちゃったこの配信はねそう、人狼配信なんで、ちょっとあの、にわかには信じがたいですね。生アタさんの偽物なんているかニエトノみたいなコメント打たれてんだ。 カタカナの将軍って呼んだら本物確かにまあでももうその手は通用しないねみんな挨拶してどっか行くわそうなんだよ <laughs> 俺と会話する気ないんだよな歯磨きしてるのかもいや歯磨きしてからコメントしるよじゃあ <laughs> なんでコメント歯磨きなんだよ <laughs> 順番おかしいだろコメント即歯磨きおかしいだろえやいや,偽いや正直なこと言うと偽物でも本物でもコメント残せよ流れ生まれねえじゃねえかよっていう思ってる自慢いるよね正直ね 配信でもヨットモとか意味わかんねえならマジで。来たならもっと絡めよ俺と。ピオネ生畑で本物が丸偽物罰だとすると、どう思います僕、罰丸だと思ってるんですけどちなみに。バツっすかねバツだったらちょっと世知辛くすぎないっすかこの世の中。確かにね。確かに偽物で盛り上がってるこの流れで絶妙なやつ探,探そうって思って生畑の偽物作ったなんてちょっとセンスあるよな。確かにな。 ツムストさん来たいや、ツムストさん、あ、生後配信、生後配信、×。いや、わかんねえ。絶妙な人選すると何コメントしていいかわかんなくなる。やっぱ偽物じゃねえか、ふざけんなよ。おい、ほんとにお前さ、ほんとに偽物かよ。確かにね、絶妙、<laughs> 偽物特有の悩みを吐露すんなよ。ふざけんなよ。 確かにそのデメリットあるな。あの、パセリマンとかケプトさんとかのさ、みんなも、そう、語るやつも、その人のこと分かるから、コメントしやすいよな、偽物コメントが。黙っとけよ、何のも自白すんだよ。×ツ <laughs> 丸とか言ったのにさ。××じゃねえかよ。ふざけんなよ。言わなくていいよ、もう。ぽかったんだけどな。 ガチかよ確かよ確ピオネーさんの偽物も今ならもう出てきてもいいよ今なら怒んないから出てこいよいやピオネーさんの偽物作ったやつあれだろうななんか将軍がピオネーさんみたいなさ女性スマブラーにコメントされてちょっとなんかテンション上がったらなんか面白いなみたいなさにちゃってあいつにちゃってんだろうないや最後気抜いたね完全に ツムストさん <laughs>、いやもうそのさ、絶妙な、絶妙な偽物作る大喜利、マジでやめろよ、本当に。結構迷惑だから、多分な、本当に。こうなってくると、ツムストさんも、まあ、くぶくりもっツ <laughs> ムストさんなんて、だ俺も今、ツムストさんがあれだもん、ユッティとかと同レベルにしか見えないもん。島田晋介とか、そのレベルだもん。ツムストさんに対する信頼度が。絶対偽物じゃんって思ってるもん。 本来は違うはずなんだけどさ。アイゴスキーさんも来た。こんばんはです。いや。大喜利やめろよ。アイゴスキーさんはでもね、偽物だわ。さすがに。本当に絡みないもん。すみません、ガチの本物です。はいはいはい。バトル開始ね。はいはい。3 2 1 5ね。いやー、むずいな。アイゴスキーさんのことあんまわかんないんだよね。話したことあったっけな。いや、もうアイゴスキーさん自体も,もちろん知ってるよ。 オリマ使ってる人でしょ完全に BO5 で夢の02だからさうーんどうだろうね <laughs> いやちょっと覚えてないかも <laughs> えウェブラファイナルで5秒だけ <laughs> いやーどうだったっけないやでもね <laughs> そんな気もするんだよな <laughs> いや、俺、確かにね。いや、なんか、正直ね、めっちゃ、記憶はないんだけど、アイゴスキーさんと喋ったことあると思うんだよね。うん、多分。喋った記憶なんかどっかにあるんだよね。ウェブラファイナルだったっけな、それ。いや、難しいな。難しいけどさ、偽物だとしたら相当賭けだよな、これ。だいぶ賭けだろ、これ。や、っぱ爆打だろ、これ、嘘は。 ブラフはかなり博打じゃないでまず、アイゴスキーさんが、ちゃんとスマホをやってて、梅村ファイナルにいたっていうことを、アイゴスキーさんを語る偽者は多分知らないだろう、そもそも。アイゴスキーさん、全然地域も違うし、梅村ファイナルいなかったでしょとか、なったら終わりだから、破綻するから。まあ、だけどあれだよね。だか,だからこそ逆に、あえてのっていう話だよね。 いやでもね、俺、アイゴスキーさんと喋った記憶はさっきもちょっと言ったけど、あるんだよ。ちょっとだけあるんだよ。いや、完全に差し込まれてるね、今 <laughs>。いや、でも、アイゴスキーさんがここでコメントしてくるか。完全に生旗潰すとアイゴスキーの流れだろ、これ。でもね、ぽいよな、正直。確かに、02だから話してきた可能性あるね。一本取られても <laughs>、一本取られても、まだ4000名、5000名あるからね。 ああ、確かにね。いやーむずいなー確かに、梅村 <laughs>、梅村ファイナルなら4やってれば大体集うからな。か、カメメチャンネルはいいよ、もう。こんなのは100だろ。いや、それはさすがに騙されないいくら俺でも。いや、でも俺 <laughs>、初戦と2戦目両方落としたから、どんどん強気な差し込みが増えてきてるね <laughs>。今の、 弱気なこいつなら何でも通るだろうって思われてる気がするわ <laughs>。あ、カメメさん今配信してるああ、そうなんだ。じゃあ破綻だね。ダウとか。ああ、終わりだね。そう、余裕あるからサブキャラ出てきてるね。完全に <laughs>。これは弱かったね。でも、でもアイゴスキー問題は全く解決しないんだよ <laughs>。一旦そのカメメチャンネルの弱い差し込みで、弱い差し込みをカンパして、その、留飲を落としてるけど、 アイゴスキー問題はね一切の解決を見せないんだよないやー、梅ブラファイナルな、でも確かに、かけるとした,としたら梅ブラファイナルだよな。ブラフで攻めるとしたらな。でもね、いや、俺、アイゴスキーさんと喋った気すんだよな、どっかで。超昔のカリスマス3 4スでやったことあります。<laughs> いや、それ攻めすぎてないいや、俺ごめんなさい。ごめんなさい。マジで記憶ないんですけど、その辺。 でもさ、でもなんだけど、もう一つっていうのはきな臭くないか。なんか <laughs>、強気だよな。アイゴスキーさんこんな強気に差し込んでる。なんか本物、なんかさ、本物だとしても偽物だとしてもさ、<laughs> すげえ強く差し込まれてるよな、俺今な。アイゴスキーさんに。どうなんだろう、これ。うーん。でもね、いや、確かに、あの、オリマーと当たった気がするんだよな、俺。 あれが愛護好きだったかないやーこれにすいやうんこんだけこんだけいやーでもこれカリスマ 3on3 出してくるって本物じゃねえかさすがに本物本物でファイナルアンサーかな偽物いやわかるわかるわかるけど 2回目までの間がいん、えー、本物、いや、ここでもう、いや、本物、本物でいこう。本物でファイナルアンサーでいこう。本物だとしたらアイゴスキーさんと結構仲良くなれた気がするアイゴスキーさんのことをこんなに思った10分間ぐらい、なかったと思うし、これからもなさそうだしさ、こんだけね、スマホからお互いね、認知してながらも、 全然絡んでなかった中なんだけど、俺この10分間、もうただただアイゴスキーさんのことだけを考えてましたからね。アイゴスキーさんちょっと DM 送ってくれないですか今僕に。本物だったら。大変恐縮なんですけど、10分以内に。<laughs> DM 送ってくれないですかこの、愛が本物なら DM くれるとかそういう話じゃなくて、はい、あの、ちょっと、みんなをスッキリさせたい。そう、みんな寝れないんだよ。そう、えみんなもさ、 ちょっとこう、腑に落ちてないじゃん、まだ。こんだけさ、偽物があられてた中で、アイゴスキーさんだけ本物なんていうことが、にわかに信じがたいよな。<noise> <笑><笑>本物だわ。来た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 。本物だわ。 いやこれさ動画かけて動画かけてどころか映画かけてまであだこれあ、そう、腐って送った腐い,いただきます <laughs> とりあえず謝罪配信か謝罪配信への行こうかこれ今日今から <laughs> いやでもね本物にベッドして俺最後あんだけ 失礼無礼なことをコンコンと喋りながらも最後に俺はね本物にベッドしてよかったわやっぱ人間を信じる気持ちが欠片でも残っててよかったねノリいいね <laughs> でもさんだとしてもアイゴスキーさん来るんだってのはあるよね <laughs> <laughs> そう生肌の一件があったからね今日の俺は疑心暗鬼やったね相当ね YouTube たまたま流れてきちゃった。もう本当に、ジャストタイミングでもう素晴らしかったです。あの、絶妙に僕がアイゴスキーさんとのわずかな思い出が消失してたのもまたいい味出してましたね。僕完全に覚えたらすぐ本物になっちゃったんで、ちょっとありがたかったです。アイゴスキーさん、ちょっと今度会ったらちょっと挨拶もしてください。ちょっともう、多分僕死ぬまでアイゴスキーさんのこと忘れることないんで <laughs>、今日の一件で。そう。ここで、 ここで、じゃあ次、もっと、もっと次、もっと次ってなっちゃう、なって、寒い偽物とか現れ始めると、もう一気に終わりなんだよね。まあ今日この辺かな。まあなんか絶妙に、絶妙なんかは面白い、なんか謎に意図してない形で面白くなりましたね、今日の配信は。はい。そう、脱足しかけたらバカもいるでしょ、こうやって。はい。ということでおやすみなさいというか、お疲れ様でした。はい。